一緒に、はい、あ、デイビッドさん、はい、はい、あとは、あとは、あれ、ティフさんどこ行ったんですか、ティフさん、あれ、ティフさん、ティフさん、あ、ティフさん、はい、ティフさん、はい、あ、はい、あ、ダンさんも一緒にいるじゃないですか、ダンさん、はい、はい、はい、お、アンディさん、今日もかっこいいじゃないですか、はい、アンディさん、はい、はい、はい、ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってくださいね、モン君、はい、あ、先生、ちょっと待ってくださいね、はい、あ、ボボさん、ボボさん、はい、これ、はい、ボボさん、これ、クッキーなんです、クッキー。え、あれ、高千穂峡行ってきたんですよ、高千穂峡。はい。じゃあ、ちょっとお願いしますね、今日も。はい、よろしくお願いします。はぁ、あ、すいません、先生。戻りました。何してるの、なんか忙しそうに、はい、はい。あの、何だったの、皆さんにですね、うん、あの、お土産配ってたんですよ。お土産、はい、お土産、うん。どっか行ってたの、え、なんかね、はい、ちょっとマイク入ってたよ。あ、高千穂峡行ってきたんですよ。高千穂、へえ、マイク入ってました？マイク入ってたから何を知ってるのかなと思って見てたんだけど。あ、そうですか。うんうん、あ、皆さんですね、うん。いつもお世話になってるからですね。うん、あのお土産買ってきたんですよ。へえ、はい、お土産。へえ、うん、そうなんだ。ちょっと待ってください。うん、先生に特別にですね。あるんですよ。そうなの？はい。そう。え、持ってきてくれたの高千穂峡？うんうん。はい、なんだ。はい。うん？先生毎回いつも言うじゃないですか。ん？やっぱ雲は生がいいですよね。雲を食べるときは生が一番だよねってよく言ってるでしょ。私そんなこと言ったっけ？え？先生何ことですか？え？私そんな雲？じゃーん！わあ、何それ？はい、これはですね。なんか落ちたけど。これはですね。うん。ブローチにもなる生雲です。生雲。僕取ってきたんですよ。ほら、これ。それ、はい、お土産にくれる。でも僕はですね、僕はちょっと食べないんですよ、ベジタリアンだから。あ、まあ先生食べるけどね。あ、食べるでしょ、はい、まあ、うん、やっぱよ、ちょっと定食ですよ、まあまあ、いや嬉しい、みんななんかクッキーみたいなのもらってたけど、まあ先生には。そうですよ、そうですよ、僕ちゃんと取ってきたんですよ、高町で。はい、うん、嬉しい。ほんと、もう取ろう。しかもですよ、うんうん、生きてるやつもいるんですよ。はい、じゃんじゃじゃーん。お待たせしました、先生。あ、先生も早速つけてくれてるじゃないですか。うん、お、いいですね。いつも食べてくださいね。うん、これ僕今日ちょっと顔につけてみました。あの先生、帰りこれ持って帰ってくださいね。うん、うん、じゃあ後で。まだあるんですよ。すいた時に、うん、あの生きてるやつがですね、うん、あのまだカゴに入ってるから、うん、それも全部持って帰ってください。うん、はい、ありがとうね、モン君。はい、はい。How are you today? はい。How are you? I'm great, thanks, and you? I'm great, thank you. はい、ありがとうございます。今日はね、はい、またジョークの。あ、今日ジョークですか？今日やっぱ雲のジョークでしょ？雲のジョークは全然知らないんだけど。あ、違うんですか？うん、今日はね、やっぱりね、はい、動物ジョークで。あ、動物ジョークかなと思う。楽しいですね。さ、例えばさ、はい、私たちってカエルじゃん？まあ、僕はカエルと思ってませんけどね。思ってなさそうだね。はい、まあ一応カエル。まあね、はい、日本でさ、はい、カエルってどんな鳴き声する？あ、これ僕結構得意ですよ。うんうんうん、はい、教えて、日本語だと。ですね、カエルの歌が聞こえてくるよ。が、が、が。ゲロ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 ガガガ。答えも長かった。まあ。オッケーオッケー、待って待って待って。まあ。よし、発声練習オッケーです。発声練習オッケー。はい。で、カエルの鳴き声は？え？あ、
ゲロゲロでしょ。ゲロゲロ、 ゲロまで長かったね、はい、先生捕まってたんだけど、まあ、ゲロゲロっていうね、途中笑ったでしょ。ちょっと笑いこらえきれなかったなったったごめん、なんか変になってしまいました。まあさ、はい、まあ、日本語だってさ、ていうか日本の人だとゲロゲロって言っちゃうんだけど、はいはい、外国ではね、特にアメリカとかではさ、はい、カエルってさ、はい、ゲロゲロじゃないんだよ。え、鳴き声を表現するときにね、はい、レビッレビッっていうの。レビッ、うん、レビッレビッ、いる？レビッレビッ。絶対聞こえないと思いません？そうかな。でもよくカエルの鳴き声聞いてみるとさ、ゲロゲロって言ってなくない？なんかレビッレビッの方が、私は先生にとってはなんかレビッレビッの方がなんか、ですね、僕が解説しましょうか、うん、じゃあ、うん、うん、も、うん、も、うん、も、なんだ、それ牛ガエルじゃない？そうですよ、牛ガエルですよ。まあ牛ガエルはね、そういう感じだよね、はい、うん、こんな感じですよ、うんうん、まあいいや、レビーじゃないでしょ。まあカエルはレビーレビーだし、いろんなね、はい、全然違うね。例えば犬だったら、はい、日本だったら、え、犬、あ、ドッグですか、うん、まあ、英語で言ってくださいよ先生。英会話の時間。 What does a dog say? 犬はどうやって鳴くの？犬はですね、ワオーン。それオオカミじゃね。あ、うん、ワンワンだよね、普通は、ね、あ、そうですね、ワンワンだよね、はい、うん、でも、はい、英語だとラフ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 、え、ラフラフラフ、うん、そういう感じ、ラフに行こうぜっていう感じですか。それとかさ、他にはさ、あ、例えば豚はどうやって鳴く？ How does the pig go? 日本だと、ですね、ブーブーとか、ブーブーとか、これも全然違ってさ、はい、ピッグピッグですか？違う違う違う、オインクオインク、え、オインクオインク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 っていうの、ブーブーなんてありえないってアメリカ人の方に言われちゃったりするんだけど、あ、まあ確かにブーブーはちょっとおかしいですよね。そうね、ちょっとね、はい、でもオインクインクもおかしくないですか。オインクオインクだよ、オインクじゃなくてね。あ、まあ、オインクいいんだけど、はい、まあ、そういう風にね、動物の鳴き声っていろいろ違うんだよね、はい、これちょっと頭の片隅に置いておいて、今日のジョークで実はね、あの、大切だったりするから、はい、うん、オッケー、はい、じゃあ今日のジョークに出てくる単語をちょっと見てみようかな、はい、じゃあトム、ちょっと指示をお願い。ちょっとこれ外していいですか。ちょっと 目見えないですけど。だお、すごい、うん、まあいいや、オッケー、はい、ありがとう、はい、後で持って帰りくださいね、はい、はい、行くよ、じゃあ、repeat、 ピジョン、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 ピジョンはこれのこと、なんだこれ、すっごいうまく描けたんだ今日先生。ハトですか。そう、素晴らしい。あ、上手です、うん、これは本当、ね、冗談抜きで上手です、うん、冗談抜きで上手です、はい、ありがとう、はい、ピジョン、ピジョン、います、OK、ライブラリアン、ライブラリアン、ライブラリアン、これわかります。何でしょう。図書、うん、室長さん、うん、まあ、師匠の人ってことだよね。あ、そうだ、すいません、ちょっと難しく言ってしまいました。はい、そう、師匠の方、師匠、師匠さんですね、師匠の方、はい、で、wonder、 wonder、 wonder、 うん、なんでかなって思うこと、謎に思うとか、そういう意味なんだよね。wonderland ってのは wonder、ね、はい、followフォロー、フォローってわかるかな、はい、これフォロー、もう日本語であるんですね、ついていくってことね、ついてきて、はい、でフォローミーって言ったりするよね、はい、はい、ツイッターのフォローとかありますね。あ、そう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 、リカ先生のツイッターフォローしてください、お願いします。お願いします、お願いします、よろしくお願いします。ありがとう。これとか、ポンド、ポンド、ポンド、これポンド、池って意味なの、池、これお金単位みたいですよね。お金単位もあるよね、はい、うん、パン、まあ、ポンド、アイディスの方ね、OK、はい、OK ですよ、はい、ピジョン、ライブラリアン、ピジョンって何でしたっけ、これ、あ、すいません、今言ったの忘れた。さっき大体褒めといて、はい、OK、ピジョン、ライブラリアン、ライブラリアン、あ、これは師匠ですね、はい、師匠ね、あ、師匠、あ、師匠じゃなかった。ワンダー、ちょっとさっき食べた雲、あ、うん、雲食べたの、あ、いやいや、ビジョン、うん、まあいいよ、OK、ワンダー、ワンダー、なんでかなって思ったって忘れてたね。はいはいはい、フォロー、フォロー、はい、先生のツイッターフォローしてください、お願いします、よろしくお願いします。ポンド、ポンド、はい、ポンド、ポンド、はい、5分単位ですよね。そう、違うよ、池、うん、池、池、池ですか、はい、ね、はい、今日はだから、ピジョン goes to the library というジョークになります。ピジョン goes to the library、 あ、ハトが、うん、goes to、 goes to、 うん、図書館に行く、そうそう、行くっていうお話。ああ、うん、行くですね。今日ちょっとね、忘れちゃった書くの。まあ、ピジョン goes to the library ってことね、はい、それがタイトルです。じゃあ、僕がタイトル言いますね。うん、ハトが図書館に行った。あ、行く。行くですね。はい、お願いします。じゃあね、まずいつものように、はい、先生が2
通の、まあ、少しゆっくりめのスピードで一回通しています。はい、それ今回僕、うん、多分聞き取れると思いますよ。本当？はい、まあ、考えてみよう。はい、いくよ。はい、 The pigeon goes to the library. はい、 One day a pigeon goes to the library. はい、 book 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 book. And the librarian says、 はい、 Hello. はい、 Okay. And the pigeon, also the librarian gives him a book. はい、Okay, and the pigeon goes away with the book, 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 book. Hi. And the next day, pigeon comes back to the library,、Hi. Book, 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 book.、Hi. And the librarian gives him a book.、Hi. And the pigeon goes away with the book. On the third day,、Hi. The pigeon comes to the library again, book,、Hi. Book, book, book.、Hi. And the librarian gives him another book.、Hi. And the librarian wonders, where is he taking all the books?So he starts to follow、はい、the pigeon, okay?、はいはい、the pigeon with the book、はい、goes to a park.、はい、and the librarian follows the pigeon,、はい、and the pigeon、はい、goes to a pond.、はい、and at the pond,、はい、there was a frog.、はい、the pigeon、はい、gives the frog、はい、the book.、はい、and the frog says,、はい、read it, read it.これはもう面白いですよね、ジョーク。絶対文句分かってないでしょ。いや、分かってますよ。本当？面白い、これ、最高、最高。本当かな、はい、では、はい、解説にしていきましょうか。お願いします。分かってると思うので、もうこれ、最高でしょ、皆さん。素晴らしい役が出てくると思うので、はい、いきますよ、はい、ゆっくりいきます。はい、okay? はい、One day, ある日、A pigeon goes to the library. 図書館に行きました。行きます。ブッ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 。本本本本。まあね、普通は、まあ、本って意味もあるんだけど、でももともと鳩だからブッ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 っていう鳴き声なの。ああ。そういうこと。分かってないじゃないか。分かってないじゃんか。いやいや、分かってますよ。まあいいね、本でしょ。そうそうそう。はい、そして、はい、The librarian gives him a book、ね。渡します。はい、okay? 秘書さんが本を渡してくれるんですよ ね、うん、ね。はい。そして、and the pigeon goes back、はい。goes away。はい、ってしまうわけよね。はい、on the next day、うん、また次の日ですね。The pigeon、はい、comes back to the library、はい。book book book book。本貸してくださいと言ってるんですよね。Okay、はい。book、まあ、はい、まあ、book って言いながらね。はい。And the librarian gives him another book。他の本を貸したんですね。そうそうそう。ほら、分かってるじゃないですか。分かってる、すごいね。はい。うん、the pigeon goes away。はい。on the third day、はい。third day。3日目でしょ。そう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 、はい、はい、Pigeon comes back to the library、はい、book book book、はい、本貸してください。 And the librarian、はい、gives him another book、はい、はい、また他の本貸したんですね、はい、And the librarian wonders、うん、なんでかなと思ったでしょ、うん、毎日買いに来るのに、 so, where, で、そんなに早く読めるはずなのにっていう。 Where is he taking all the books? え、ちょっともう一回言ってください。 Where is he taking all the books? All the book? All the book、まあ、全ての本をね、たくさんの本をね、いつもどこに持って行ってるんだろうと思うわけ。なるほど。Where is he taking? そこで聞き直せました。はい、Where is he taking all the books? Okay?、はいはい、so, the librarian follows the pigeon. あ、ついていったんですよね。そう、はい、はい、本を持った鳩についていきます。はい。And the pigeon goes to a park. 公園に行ったんですか、ね、はい。And then,、はい、the pigeon goes to the pond.ピジョン goes to the pond, pond. もう池に本を、うん、持っていったんですね、はい、and there was a frog. カエルがいたんです、うん、カエルがいたわけよ。僕みたいな、僕みたいなのがいたんだけどね、はい、うん、so the pigeon、はい、gives the frog the book. Oops. あ、はい、the pigeon gives the frog the book. book、はい、うん、だから本をあの、うん、カエルに渡したんでしょ。そうそうそう、はい、がカエルさんに本を渡したら、はい、カエルさんはこう言った。The frog says、はい、レビ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 、レディ、レディ、レビ、レビ、レディ、レディ、レビ、これどういうこと、何が面白いの、ここレビ、ですね、うん、すみません、めっちゃ笑ってたけど、さっきの何だった。え、いや、ていうかオチ分かってないじゃん。オチ分かってないけど、先生笑わないとやっぱ話しづらいでしょ。いやいやいや、まあ、ありがとう、はい、その気持ちは嬉しいけど、はい、さっき言ったね、レビッレビッっていうのがそういうふうにカエル鳴くよアメリカではって言ったんだけど、レビーですか、うん、でも、はい、この最後のジョークの時にはちょっとこれひねってあって、言葉遊びみたいにして、はい、レディットレディットって言ったわけよね。レッドはどういう意味、読む、
そうそうそう、読むの過去形だね。read の過去形。read it。read it という言葉。あ、カエルさんたちは読んだっていうから、うん、ハトさんは何回も何回も本を届けたっていうことでさ、ここが面白いっていうことですよね。笑って笑って。いやー、まあ。うん、なかなか面白いジョークだと思うんだけど、はい、うん、さっき笑ったからもういいでしょ、はい、まあいいやね、はい、うん、で Reddit Reddit だからカエルさんがもう読んだって言ってるから、このラジオがずっとね、はい、一生懸命届けてたっていうジョークでした。はい、これすごい大好きなジョークなんだけど、面白かったです、ね、面白かったかな、はい、うん、またジョークはね本当楽しいのでまたご紹介していきます。みんな楽しんだかな、はい、OK Thank you for listening and thank you for the great souvenir。 今日はお土産もありがとうの、いやいやいや、オッケー、お、1匹食べました、もう、うん、食べた、さっきお腹ついちゃって、うん、やっぱり、うん、そうそうそう、美味しかった、はい、ジューシーでね、なかなか新鮮で、高千穂のね、はい、雲っていうことやっぱ違うね、スピリチュアルなパワーがなんかついた気がするよ、バチ当たりますよ。はい、OK、はい、See you later。 See you later。 ありがとうございます、ありがとうございました。Sounds are very different in English and Japanese. It's quite fun to compare. Can you guess how do birds go? In Japanese, they go chun chun or pee pee, but in English, they go tweet tweet. This is the origin of Twitter. Tweet also means a short remark or a piece of information. It makes sense, right? 動物の鳴き声は日本語と英語で大きな差があるものがたくさんあります。違いを発見するのがとても楽しいです。例えば小鳥はどう鳴くでしょう。日本ではチュンチュンピーピーですが、英語ではトゥイートトゥイートなんです。このトゥイートはつぶやくという意味もあるので、 Twitter、 ツイッターはこれが由来しているんです。なるほどですよね。 I love animal jokes and they can be a great way to startthe lesson and get my students' attention in the beginning of classes. 今日も私の大好きな動物ジョークでした。ジョークは授業を始めるときにウォームアップとして生徒さんにご紹介することが多いです。